はい、皆さんこんにちは。テレオン TV のお時間がやってまいりました。それではやっていきましょう。ファイナルファンタジー12ゾリアックエイジということでですね、本動画はですね、プレイステーション2ですね、プレイステーション2で以前プレイさせていただいていて、動かなくなってしまったですね、ファイナルファンタジー12をですね、プレイステーション4で、リメイク、リマスターかな、発売されたということで、そちらをですね、記念にプレイしてみようということで、プレイさせていただいております。で、今回ですね、ギーサ草原ですね、太陽の石というのを集めてきたので、それをね、ダランジーのところに持って帰るというね、流れでやっていきましょう。で、このギーサ草原ですね、まだ全然行ってない場所があってですね、これをどうするかってとこなんですよね、今ね。ストーリー進めていきたいので、ラバナスタにね、帰りましょうか。ちょっと待ってね。そうするとね、これがですね、ラバナスタに帰る方法が、ワールドマップからこれ帰れたりしないかな。オートラバナスタ。ダランジー、太陽石を見せたら驚くかなということで、ラバナスタにはそのまま帰ることはできないっぽいので、走って、ね、ラバナスタに帰りましょうか。うん。そうするとラバナスタに行く道は、北側に抜けなきゃいけなかったから、ちょっと話したくていこうか。あら、太陽石は手に入ったのね。よかったわね。そろそろラバナスタへ帰るのかしら。またいつでもギーザ草原に遊びにいらっしゃい。歓喜の間なら子供はみんなここにいますよ。マッションに怒られると思ったけど、すごく心配されてさ、こっちの方が答えるよね。マッションってあんまり喋らないし、ちょっと怖かったからびっくりしちゃった。へへ。太陽石は役に立ったかい？ジンが作るのはとっても質がいいから高く売れるんだ。黒土石はいつも輝いているとは限らないからね。ここへ来ても必ず太陽石が手に入るわけじゃない。お前は運が良かったよ。あ、運が良かったんだ。ありがとう。町から来られたんですか？小さな集落ですけどゆっくりしていってくださいね。私たち季節によって集落を移動するんです。雨季のギーザ草原は水浸しなんですよ。あ、そうなんだ。黒水町の近くで二人が喧嘩を始めてさ、揉めてる間にウェアウルフが近づいてきたんだ。急いで逃げ出したらみんなバラバラになっちゃってさ。ちゃんと警戒しなかったのは悪かったけど、マッションにチコ玉絞られた上に姉ちゃんにも怒られて、俺一番損してない？いや、それだけ危ないことしたんだって君は。反省して。モグは旅するモーグリなのクポ。この草原は季節によって地形やモンスターが変わるクポ。何？しばらく寒気が続くと思うけど気をつけるクポ。特にビリビリ玉は半端じゃないのクポ。なんだそれ。ジンのこと俺は心配なんかしていなかったよ。うん。だって草原のことは俺たちが一番詳しいんだ。早く作る、いいものを作る。どっちも大切だってマシアは言った。母さんの言うことは正しいと思うけどさ。母さん？マシアが母さんなのか？聞いた？ウェアルフに見つかったからって、ジンだけ置いてきちゃうなんて最低。神な。トトの意地悪、ロワクロの育児なし。うん。怒ってるね。神なちゃんね。これなんだ、イベントかこれ。あ、武器屋さんか。今全然お金ないからね。しかも装備できないし、ライセンス的にはブロードソード結局買ったけどさ。ダガーと攻撃力変わんなかったもんね。これね。これはほんとね、数字見とくべきだったね。で、今回ですね、少しマイクの感度をね、また上げちゃっててさ、また少し音量のバランスが変わってるんですよ。いや、ほんとね、小声配信は安定しないですね。ほんと非常にね。こっち行くとですね、ラバナスタには帰れなかったと思うので、よし、じゃあラバナスタに帰りましょう。2倍速でね。いや、この倍速モードめっちゃいいですね。ほい。でね、まだね、ガンビットはね、使えないみたいなんですよ。なんかパンネルが私に指示してね、みたいなこと言ってたけどさ、なんか、全然指示できないし。多分 L1 とか R1 とかで多分こうやってやって、横にしたらパンネルもね、変えれるっていう意味合いの指示をしてっていう意味だったみたいで、まだガンビットはね、使えないっぽいんですよ。うん。さあ、トレジャーゲット。で、これね、デフォルトので見るとですね、すんごいね、画面が結構暗くてですね。パンネルなんかダメージ受けすぎじゃない？大丈夫か、パンネル。なんで結構ね、明るさはね、上げてますね。あ、ギーザラビット。パンネルね、
前回のあれでもね、倒れちゃったからね、パネルね。あ、チェーンが。チェーンをね、重ねれば重ねるほど、4ギル。チェーン重ねれば重ねるほど結構ね、いいアイテムがね、手に入ったりするらしいんで、まあその昔プレイステーション2でプレイさせていただいた時は、なんかですね、そのチェーンを貯めていくことによってですね、なんかいいアイテムをね、ゲットするね、フロアみたいなのがあったのを覚えてるんですよ。なんとなくエリアがね、そういうエリアがあって、まあまだそこにはね、到達してないので、まあそのチェーンとかそこまで意識はしないと思いますけど、これね、HP 自動回復じゃないんだよね、多分ね。と、お、ラブナスター。案外近かったね、ギーザ草原ね。あ、いいな、この雰囲気、やっぱり。吹き出しがついてないと喋れないね。チョコボッツ。チョコボに乗るなら次の二つは覚えておきな。まず起動できる時間が決まってることは、時間いっぱいになると問答無用で降ろされちまうぞ。フードチョコボはスピードアップさせられるが、こいつも回数が限られてるってこと。チョコボをうまく使えば、タイムは快適になると思うぜ。まあ、ラバナスタのこの辺の人は話してるからね。まあ、今はまあ、いいかなって感じですね。そこにあるクリスタルはゲートクリスタルだ。セーブや回復の他にテレポを使うことができるぞ。テレポを使えば一度触れたことのあるゲートクリスタル間を瞬間移動できるんだ。ただし使うにはテレポストーンが必要だぞ。そう、このテレポストーンってのはどこで手に入るかわかんないんですよね。目的は、多分ダランジーに会うことが目的だと思うんですけど、なんかこの辺のあれがよくわかんなくなってるな。操作方法はね。とりあえずダランジーのとこに行こうか。ここ入ってすぐだった記憶があるんですよ、ダランジーね。入ってね、すぐ左手かなんかだった気がするんですよね。さあ、やってまいりましたよ。このマップを出しながらね、こう移動できるっていうのはなんかあったんですけど。どうだったかな?ちょっと一瞬、ごめんなさい、一瞬やりますね。あ、っていうか普通にこのボタンを押すだけってことか。L3 ボタンですね。トレジャーは割りかと時間で復活するタイプかな。よし。さあじゃあ、ダランジンとかいますか?ここでしたよね。ねえ、バン。ん?二人で遠出したのって、結構久しぶりだったよね。楽しかったよ。じゃあ、お店戻ってるね。あ、パンネロ。本当はミゲロさんに留守番頼まれてたんだ。どこ行くの、パンネロ。お願いだから、危ないことはやめてね。やだよ、怪我とかいなくなるとか。俺だって嫌だよ。ならいいんだ。じゃあね。ごめんな。パンネルがパーティーから離脱した。そしてバンのごめんなっていうこの一言。やっぱちょっとかっこいいな、バン。何か石板みたいなのが見つかったってダランさんが喜んでたよ。どういうこと?太陽石を取ってきたんだ。結構大変だったらしい。大変だったんじゃないの?それ魔石の一種らしいわね。ゲートクリスタルやセーブクリスタル、それに飛空艇の浮力となる飛行石も、飛空石も魔石なのよ。私たちの生活には欠かせないものね。そうなんだ。本当に太陽石を手に入れよったか。俺さっさとよこさんか。約束通りあれに魔力を戻してやろう。お、やった、ありがとう、ダランジ。王宮に忍び込む方法じゃがな。まず、五番倉庫に行ってみ。あそこに扉が二つあるじゃろ。右の扉は、お前がよくネズミ退治をやっとる場所に出るが、そっちではない。左の扉からガラムサイズ水路に降りるんじゃ。水路は王宮につながっとる。奥に王宮の通用口へと続く階段があるはずじゃ。そこから中へ入れるじゃろう。しかしただ王宮に入るだけでは宝なんぞ手に入らん。むしろ王宮へ着いてからの方が大変じゃ。王宮の宝物庫は秘密の扉によって隠されておるからの。そこで役に立つのがこのクレセントストーンじゃ。秘密の扉を開くのに必要な魔力が宿っておる。
よいか、バン。紋章は太陽の力を欲し、秘められた道を与える。この言葉、忘れるでないぞ。王宮に入れたら、まず紋章を見つけるのじゃ。そこへ太陽の力を注げば、導きの光が差すじゃろう。じゃが忠告しておくぞ、はい、もし捕まればナルビナの監獄に放り込まれて死ぬまで牢で過ごすことになるんじゃ。そうじゃな、とにかく今夜はやめておけ。忍び込むのは一晩じっくり考えて覚悟を決めてからにせ。さあ、クレセントストーンを手に入れました。いや、ダランジ、今夜行くよ。なんじゃ、潜入方法を聞きたいのか。うん、5番倉庫に行って、左の扉からガラムサイズ、水路に入ると。うん。うわ、長いな。さあ、王宮に入ったらまず紋章を見つけるのじゃということで、うん。よし。じゃあ、バンがいつも言ってたその5番倉庫ってとこにまず行きましょうか。目的地は一応ね、あの丸印で書いてあるんで親切なんですよ、すっごい。FF12 ね。お、同時刻ラバナスカたちかガラムサイズ水路。3班から6班まで到達、待機しています。今のところ帝国には気づかれていません。残りの人間を急がせろ。日没までに配置を完了させるんだ。はっ。あれ、これバッシュ将軍じゃない？お、来たー。来たー。さあ、行きましょう。目的地までとりあえずね、行きたいんですけど、まあ、町の人と話すかどうかですよね。うん、ピーロ怒ってやがる。カイツを見習いってな。人は人、自分は自分だっつーの。カイツにとっては、あなたの夢の手伝いをすることが楽しいのよ。いい弟分よね。ああ、カイツ、ピーロ。あ、バーン、ちょうどよかったわ。カイツがね、開けられなかった扉をついに開けられるようになったらしいの。それでバーンを探してたわよ。今頃は5番倉庫にいると思うから行ってみてね。ほう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 、カイツ。ダランさんの話って本当楽しいよね。今日も子供たちが部屋の前に集まっていたわ。ああ、ダランさんの話はもう、あれなんでね。これ会話ね、ずっと全部拾っていったら結構大変なんで、うん。僕らの店は戦争以来あんま営業してないぜ。買い物すんなら行商人を当たるんだね。西にある丸い広場と5番倉庫近くにいるよ。ほい。実勢、ん？紳士生還がやりて？うん、甘い言葉に騙されちゃいけないぜ。この町を帝国直に染められてたまるかよ。日に暮れた少年。そうしたら5番街に行きましょうか。なんかお宝のマークがそこにあったね。お宝ってか、道具のマークがね。そこでも行った、まあ、行ってんのか。そうしたらここまっすぐ行って、うん。で、ここ左に曲がっていく感じだね。うん。よいしょ、こっちか。で、こうだね。ストーリーはね、一応ね、ストーリー以外の会話もね、拾ってはいきたいんですけどね。うん。そこは5番倉庫、ミゲルさんとこの荷物が置いてあるぞ。鍵がかかってるからいたずらすんなよ。ただまあでも、ストーリーも進めていきたいんでね。返すか、これは。ほい。お？話させてくんないね。こいつがよ、こん中の開かない扉を開けられるようになったらしいな。中で、バン兄貴を待ってるぜ。お、じゃあ行きますか、5番倉庫ね。あ、バン兄待ってたんだよ。ついに左側の扉を開ける準備が整ったんだ。ネズミ退治はもう飽きてきたところでしょ。バン兄に1番に入ってもらいたくて開けるのを待ってたんだ。でもね、開けるには道具が足りなくて、まずバン兄にそれを探してきてほしいんだ。って言ったら面倒だよね、へへ。冗談だよ。ちゃんと全部自分で用意したよ。さ、それじゃ早速。こうかな。あれ？うほ、ほ、ほ、うりゃあ。開いたよ。これでまた腕試しできる場所が増えたね。あ、そうだ、これあげるよ。どんな奴がいるかわからないからさ、少しは役に立つと思うよ。あ、ポーションか。
あ、道具買ってきたらよかったな。お金的にはまあ199ギルか。このポーションできるかな。とりあえず突っ込んでみるか。うん、やっと左の扉を開けられたよ。どんなモンスターがいるかわからないけど、モブを倒せる番人なら大丈夫だよね。あ、道具屋さんある。よし、買っていこう。いやー、全然売れてないんだよね。何でもいいから買ってってよ。ちょっと待って、道具道具。ポーションが、あ、23個もあるのか。じゃあ、23個もあればいいか。とりあえず行くよ。ほい。さあ、これね、録画ですけど、まあ、また音声のね、お試しでもあるので、うん。応急に着いたらね、セーブして終わりましょうか。ガラムサイズ水路。うん。いや、ほんと、小声配信、あ、小声のね、実況のね、音量がね、最近ほんと安定しなくてですね。はい。ということでですね、最近その配信の音量が安定しなくてですね、よくよく見たらですね、マイクのその、なんていうんですかね、原因といってですね、マイクの音を増幅してくれる機能があるんですけど、まあ、それがですね、70% になってたりとかね、なんかよくわかんないことがね、起きたりしてるんです、してたみたいで、まあいろいろね、そこら辺で安定しなかったんですけど、ん？できた！おやらっと。なんでですね、そこら辺の調節をね、今してたんですけどね、なかなかそれがね、うまくいかないんですよ。ほっ！さあ、バン君、地下水路に入ってますけど、さっきのとこの道気になるな。あ、こっち何もなしか。あ、宝があるだけか。あ、ちぎる。なんか FF12 の宝って、そんなにいいアイテムが入ってるイメージがないんですよね。こっちは？お、こちらは、でもこの地下水路ってさ、え？さっきのデモ、あ、戻ってきちゃった。そっかそっかそっか、こう、あー、単なる行き止まりだったのか。じゃあこう行かなきゃいけないね。まあ、さっきのね、バッシュ将軍がいたところ、お、誰か戦ってるかもしかして。お、なんだ、同士打ちしてただけか。ウィアラットが。バッシュ将軍に会えるかな。ほい。特に戦う必要もないと思うんですが、一応戦っておきましょうか。レベルが上がればいいなって感じですね。バンもね。これ自動じゃないのか。自動で戦ってくるってはずだよね。うん。あ、バンの HP がやばい。やばいぞ。あ、ガンビットオンにできるんだ。そうしたら、アイテムでポーションを使うか。ガンビットオンにしてもガンビットの選択なんてなかったよね。よいしょ。バンのね、選択肢の中にね。見てみる？やっぱないね。もうちょっと先だってね、ガンビット取れるのは。うん。もうちょっと先らしいんですけどね。そしたらここはどうなってんだ？どっちが正解だ？こういう細かい道は、橋は渡れないか。なんだなんだ、じゃあこうまっすぐ行くしかないね。ポーション、ありがたいね、ポーション。あ、下りがあるか。もっと広い地図が見たいな、これ。下りはでもさっきのウィアラットと戦ってたとこだよね。あ、まだ下がるな、これ。どうする？あ、違う違う違う、こっち戻る方だ。セーブクリスタルに戻っちゃうから、あ、これでウェアラット復活しちゃったじゃないか。やっちゃったな。あ、復活してないね。よいしょ、こっちのウェアラットを倒すか、じゃあ。おい。よいしょ。おいしょ。さあ、追っていけば。よし。よいしょ。結構ダメージ受けんだよね、バン。そのダメージの受け方が結構やばいよ、バン。
よいしょ。やっ、うわ、33しかない。残りの HP が、えい、くそ、うん、まずい。さあ、なんとか倒したけど、いやー、バンが危ないぞ。そうすると装備品じゃなくてアイテム使いたいんだけど、あれ、所持品リスト、アイテム、ポーション、これ戦闘じゃないと使えないパターン、もしかして。これは参ったな。こんなことあり得る。戦闘じゃないと使えないのか。うわ、ぽいな。これはこの先に行くと、とりあえずアイテム使うか。まずポーションを使ってバンは逃げる。よし、そしてもう一回戦うをウェアラットにかける。何？なんだこいつは。スティール。先にこいつを倒せば。いいぞ。そして、これ一回一回指定しなきゃいけないのめんどくさいな。ガンビットが指定できるようになったら、この手間も省けるんですけど。よーし。何？それまではね、大変なんですよ。その、指定ができないんでね。自動でのね。ほっ。あ、50か。結構いいダメージ当たるようになったね。バン君、道がわかんないぞ。さあ、あっちにもいるぞ、ウェアラットが。くそ。多いな。バカになんないな、ウェアラットも。この数が増えたらね。こっちか。こっちなんか次のエリアに続きそうだね。だいぶなんか逃してる気がするけど、行っちゃうか。お、アイテム発見。まあ序盤のトレジャーはそんな大したもんはないでしょう、多分。知らないけど。うわ、多いな。キラーフィッシュだって。どこに魚がいいんだよ。あいつか。空飛んでるぞ。バン倒れそう。バンやばい。うわ、危ねえ。早いな、このウェアラット攻撃のスピードが。おいおい。バン兄なら大丈夫だよねって言われてたけど、全然大丈夫じゃない、バン兄。なんか足らないぞ、バン。アクセサリーのさ、なんか体力上げるってアクセサリー持ってたけど、あれつけてないんですよね。あの、なんとかの腕は。あれつけよう、ちょっと。一人だし。よし。ボルワケの腕は。よし、これで、多少のマシになったでしょ。防御力もね。さあ、キラーフィッシュ、これ強いかな？ HP、はてな。あれ？全然まだ戦ってくんないよ。よし、43。よし。あ、そんな強くない。タフだな、キラーフィッシュ。ポーションちょうだい。ポーションがいい。16ギル。まあ、ギルも大事ですけど、うわ。噛みつき痛いな、スティールの。まずい。今のうちに使っとこう、ポーション。バン、ちょっとやばくないか。大丈夫、バン。こんなに、一人で行くとこんなに苦戦すんの？まあ、序盤だよ、まだ。本当に。序盤も序盤なんですが、むちゃくちゃダメージ受けんだよ、バンが。どうなってんの、これ。なんかもう、すでに なんだろうね。敵に追われてさ、なんかダンジョンをこう、逃げ出す時のみたいな、そんな感じの雰囲気になってんだけど、すでに。そういう感じのね、難易度に私には思えてしまいますね。よーし。おっと、まずいぞ。お、追い込まれたか。ウェアラット。よーし。さあ、アイテム、あ、よしよし。ところどころにトレジャーはあるんだけど、お、ジャベリンだって。ちょ、待って。なんか強い武器あるじゃん。くそ、なんもないと思ってたのに。
武器だよね、ジャベリンって。あ、16か。必要ライセンス、やり装備。まさかまさかの強い装備があったですよ。これ、ありましたよ。どうしような。マップ出して。どっちから来たっけ？この下から来たんですよね、今ね。下をこのまま行く道もあるのか。でも、ここは行き止まりだぞ。トレジャー発見。お、エアロの魔変だって。よいしょ。バーン。よし。使っとこう、ポーション。なんでこんな大変なの、これ。どうなってんだよ。いや、難易度高いな、FF12。思った以上に。よし、スティールを倒せ。よし。多分、あれだよね。さっきの人たちが一緒に戦ってくれるようになって、なるから、敵がちょっと強めになってんじゃないかなって思ってるんですけど、数が多いんですよ、異常に。一人で戦うには数が多いぞ、バーン。明らかに。やばい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 。頼む、バーン。ほい。よーし。さて、残りはこの奥の道ぐらいかな。あれ、これ合ってる？戻ってきたか、これ。あ、戻ってきたっぽいな。戻ってきましたね、これね。しまった、道間違えたぞ、バーン。ここをまっすぐ行って、まっすぐ行って、登って、で、さらに、下って、右曲がりかな。こっちかな。ルート的には。おばあ、大丈夫か ?HP。お宝発見。で、出たいっすよ。こっちを、上りの、アイテムゲットして、ピコンって行ってから少し、ね、しっかり近づいていってボタンを押さないとアイテム取れないですね、これね。来たー。この階段の向こうがラバナスタ王宮みたいで行きましょう。中に入ったら簡単には出られないかもな。行くしかないでしょ、だって。さあ、バン。ラバナスタ王宮に足を踏み入れました。いやー、王宮にやってきましたが。おお、急に始まるね、このムービーが。なんだ？おーっと。おっと、これは。さあ、謎の二人組が登場しましたね。さあ、ラバナスタ王宮やってまいりました。ラバナスタを取り戻すって言ってたもんね、バーンね。さあ、王宮にやってきたよ。扉を今開けるわけにはいかないね。あ、でもセーブポイントがあるっぽいぞ。よし、じゃあここで一旦セーブしとこうか。はい。ということで、別のファイルにセーブしてくださいっていうね、親切な表示が出てきたので、別ファイルにセーブしました。うん。これは一体なんだ？トレジャーポートだって。ん？ラバナスタ王宮の地図を手に入れた。あ、いいね。こんなとこに王宮の地図か。水路に続く扉。これは水路には帰れるのか？よし、じゃあ王宮の地図を見ようか。じゃあここ入っていきますよ。さあ、ラバナスタ王宮。あなた見たことない人ね。もしかして今夜のために雇われた人？なら階段下へ急いだ方がいいわ。通路をまっすぐに行った突き当たりを、もう他の人たちは集まってるんじゃないかしら。何？今夜のために雇われた人？そうか、今パーティーやってんだってね、そういえばね。さあ、トレジャーはいただいておくぜ。うお！エリクサー。待ってくれ、こんな序盤でそんないいアイテム手に入んの？じゃあ水路にもなんかあったかもな。ちょっとショック。万能薬。めっちゃいいアイテム入ってるじゃん。
その昔王家がとても栄えていた頃、宮廷の絵師が高利氏の紋章を王家に送ったが、国の紋章を取り替えるってわけにもいかない。だが時の王様はその紋章を気に入ってな、宮廷の廊下に飾りとして配置したそうだ。上の階に行けば実際に見られるぞ。うん、さすがに王宮の中は兵士の数が少なめね。武骨の鎧姿の人たちがたくさんいたら、せっかくの祝宴が台無しだものね。これね、後の FF タクティクスにつながる話なんですよね、確か。うん。逆か、タクティクスが先か、世界観的にね。祝宴早く終わらないもんかね、上の階に見てみたいもんがあるんだよ。さっきのあれかな、旗印のことかな。エーテル。めっちゃいいアイテム転がってんな。新執政官殿の着任パレードを見たかい？私は用事があって見逃してしまったよ。そういえばアーチェ様のご成婚パレードも見逃したっけな。これ見逃したらいかんやつじゃないの？お、臨時に雇われた使用人は全員集まったかい？よし。君らには祝宴が終わった後の後片付けをしてもらう。今しばらくここで待機していてほしい。指示があるまで上の階へは行かないこと。勝手な行動をした者には何らかの処分を下す。ではもうしばらく待っていてくれ。うん。仕事はラバナスタの人にもね、ちゃんと振るんだね、君たちは。お、いっぱいいるね。今日、祝宴の手伝いをするって言ったらさ、友達がものすごく羨ましがってさ、その後ずっと忍び込む計画を立てたよ。まさか本当に入り込んでたりして。入り込んでますよ。じゃあ、バン以外にもなんか入ってる人がいるかもしんないね。ベイン様見られるかと思ったんだけど、後片付けの仕事じゃ無理ね、残念。本当はさ、王宮の中を探検してみたいんだ。なんか面白そうなものがありそうだろ。けど兵士もいるし、変なことはできねえよな。危ないよ。仕事の指示は追って知らせるよ。すまないがもう少し待っていてくれ。パーティーの後片付けか。残り物、つまみ食いできるかな。ああ、残り物でもかなり美味しいものがもらえそうだね。こちらから指示があるまで、今しばらくここで待機していく、していてくれ。はい。何してんだ、あいつ。もしかして上に行きたいんかな。ん？お前、上に行こうとしてたな。さては、腹が減ってんだろう。それは宴会に潜りたくもなるよな。隠さなくてもわかるって。よし、一応俺が手伝ってやるよ。なんだこいつは。いいか、四角ボタンを押すと兵士を呼べる。兵士の相手は俺がしてやるから、お前はその隙に上へ行け。あ、兵士に近づくと気づかれるからな。じゃあやってみな。四角ボタンの兵士を呼ぼう。うんうん、はいはいはい、わかったわかったわかった。ちょっと来てくれよ。ほら、今で行きな。お、こちらから指示があるまで、今しばらくここで待機していてくれ。失敗だね。なんだよ、お前、トロイやつな。いいか、もう一回行くぞ。はい。うん。兵士の相手は俺がしてやるから、うん。いや、これ結構さ、待たなきゃダメだよね。呼んで、うん。ほら、今だ行きなって言うけどさ、こいつが行ってお話、あれなんで、これ難しいな。てか、他のさ、こっちこっち。はい。よし。他の人と会話したかったんだけどな。チャンスを逃してしまいました。さあ、王宮には無事に入れたみたいですね。これで、うわ、兵士がいっぱいいるな。これでラバナスタのね、失われたものを取り戻すというバンのね、狙い。一体何を取り返すつもりなんでしょうね、バンはね。紋章は太陽の力を欲し、決められた道を与える。王宮に入れたら、まず紋章を見つけるのじゃ。そこへ太陽の力を注げば、導きの光が差すじゃろう。うん。って、ダランジーが言ってたな。とにかく紋章を見つけないとダメみたいだな。うん。じゃあ、紋章を見つけましょうか。ああ、その紋章がなんかその、これ違うね。タカとワシがどうちゃらこうちゃらって言ってたやつじゃないのか。あれはでもあれか、国旗の話か。見つかったらやばいよね、さすがに。うん。やばいやばい。あ、ラッキー。こっからか。やばいやばい。話をしたらまずいね。ん？あ、これか、タカの紋章。床に美しい紋章が描かれている。どうやらタカを図案化したものだ。クレセントストーン使ってみるか。
何も起こらない。鷹じゃないか。何だったっけな、さっきなんか話に出てたよね、紋章があるぞって。鷹ではない。こいつらどうやってかわすんだろう。さあ紋章は呼ぶ、あ、呼ぶができるのか。あのマーク何？おーい、よいしょ。ん？ちょっと来てくれよ。来ないぞ。こっちこっち。はい。いや、呼んでも来ないのか君たちは。彼らが来てくれるのはね。ちょっと来てくれよ。おい。もう来た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 。あ、やつらを呼んだので裏側から回っていきましょうか。よし。あ、いいぞ、紋章があるぞ。あ、獅子か、獅子はあり得るね。使ってみましょうか。ほい。はい、クレセントストーン。うん、反応しましたね。これで宝物庫が開いて、あ、一個と思っただけ？あー、何個もやんなきゃいけないのか。獅子の紋章に太陽の力が注がれ、導きの光が秘められた道のありかを示すようになった。うん。で？あ、ここで行けるのか。ほいほいほい、ほのかな光。壁の向こうがぼんやりと光っている。どうやらこれが導きの光のようだ。行きます。って隠し扉を開けられたけど、宝物庫ってどこにあるんだ？おい、なんで勝手に閉まるんだよ。こうなったら先に進むしかないか。はい、ということで先に進むしかないと。行くしかないよね。はい、怪しげな壁も調べるしかないよ。何か仕掛けがありそうだがよくわからない。よくわからないって。うん、なんかあるぞ。スイッチ、ここか。はい。うん。後ろの方で何かが外れる音がした。よーし、これでいけるかな。はい。開いたね。あ、右と左で左しか開かないのか。やった。よし、やった。うわ、なんだこれは。すごそうなの出てきた。石？魔石が大事って言ってたよね。手が込んでるな。あんたはこの物語の主人公さ。フラン、魔石だ。かっこよすぎるそのセリフ。坊や、お渡しなさい。なんでだ、これ俺の獲物だ。お前から奪えば俺のだな。いや、かっこよすぎでしょうこの二人。逃げられたよ。釣れない女神ね。落としがいがあるさ。いや、かっこいいね。はい、女神の魔石を手に入れました。さあ、物語がですね、進んできましたね。バン、無事逃げられるかな。王宮からね、捕まったらもう一生牢屋の中だから気をつけてね、バン。ちゃんと前も見て。庭園保全階段。
おお、ファイナルファンタジーっぽいな世界観ね。ん、ここ行けんのか。扉戻るのは危ないな。兵士がうろうろしてるし、あの二人組も。うん、こっから上に行ったら帰れる。よいしょ。え？なんで戦ってんの？どういうこと？どういうこと？え？どうした？どうした？なぜ？あいつら。イフリートか。大げさな連中は。手回しが良すぎる。帝国の奴ら、間違ってやがった。これは口実にラバナスターを攻撃しようっていう、そのあれか。何を口実にしたのか分かりませんが、うん、おーかっこいい。観念してそいつを俺に渡すんだ。くそ、他にもいたぞ。行けフラン。うわあ、いや、フラン、すごいな、運転技術。いや、3人乗り無理でしょう。わからないわ、言うこと聞かない。どうなってんだ。いや、言うこと聞かないのは単純に積載量オーバーじゃないか。それか魔石のせいじゃないか。何が起きたの？浮力が落ちたというより消えた。もういい、ほっとけ。どうせ上がってもイフリートの火遊びに付き合わされるんだ。あ、イフリートで低い手の名前か。地道に行くか。おお、地下に結局落とされちゃったよ。でこそドロー、そんなにビエラが珍しいか。バンだ。いや、うん、ま、フランみたいにヒュムと組んでるビエラはそういない。ええ、空を飛べずに地下を逃げる空賊と同じようにね。空賊？あんたら空賊か。それじゃあ、あんたバルフレアだ。出たー。いいか、こそおバン、お家に帰りたかったら俺の言う通りにしよう。俺、フラン、お前、三人で動くんだ。分かったな。はい。うん。こいつは渡さないからな。強情なことで。いやー、バルフレーとフラがパーティーに加わった。いや、始まりましたね。ファイナルファンタジー12。これぞファイナルファンタジー12ですよ。はい、ということで、バルフレア、バン、フレ、フラン、三人がね、仲間になったということで、今回はですね、ここで終了したいと思います。はい、ちょっとね、いろいろ駆け足になってしまって大変申し訳ないんですが、あんまりね、RPG をじっくりプレイする時間が今最近なくてですね、なのでね、ちょっと駆け足でプレイさせていただきました。次回もですね、駆け足でプレイすることになるかもしれませんが、よろしくお願いいたします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録、グッド評価、コメント等お待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。はい、ということでまた次の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。